都井線は、北海道函館市の函館本線五条郭駅から、亀田郡都井町の都井駅までを結ぶ計画だった、未成の鉄道路線である。1895年10月30日、函館区より、亀田郡下湯川村に至る、施設鉄道として、函湯鉄道株式会社発起人らに対し、不設仮免許が下りた。期間は1067ミ、mm、リメートル。 将来下湯川村より東の沿岸魚場との旅客や貨物の輸送も見据えていた。その後、1896年4月20日に本免許が下りたが資金難で実現しなかった。後に亀箱馬車鉄道と合併、函館馬車鉄道となりのちの函館市電の石になった。潮首灯台直下に残るコンクリートアーチ橋、津軽海峡を隔てて、 お島半島と下北半島は軍事庁重要であり、軍統局の要塞拡大に合わせて軍事輸送力確保の鉄道整備を鉄道員に要請した。鉄道員は軍統局と合同で1920年に調査を行い、1922年、高橋小暦与内閣のもとで可決、4月10日に交付された改正鉄道施設法の別表第128号に、 都東国間管より、鎌谷に、イタリル鉄道として、函館、鎌山13マイルが規定された。このため、函館鎌谷鉄道とも呼ばれた。この話を聞いた、沿線住民が、地域産品の輸送目的で、亀田半島沿岸各地域を結ぶ函館床は、トイトドホッケ川旧佐わらの鉄道敷設運動を行っている。一方、事実上の支点である、 箱館市民の反応は冷淡であり、長林線の早期開業に関心が集まっていた。なお、長林線の全通は1928年9月10日である。1924年7月、豊村を津軽要塞地帯に編入、塩首岬第一砲台、第二砲台の建設が計画されて、その軍事物資及び兵員輸送目的で、1944年完成を予定して、 戦時中の1936年に建設が開始された路線である。9割方の路盤が完成していたものの、戦時中ということもあり、資材不足のため1943年に工事を中断。完成していた一部区間は1945年4月から軍の命令によって進められた赤川飛行場の造成のための砂利などの輸送に利用されたが、 結局戦後建設は再開されないまま中止となった。駅は終点の都井駅を含めて旧駅が予定されていた。建設従事者には朝鮮人と思われる人がいて塩止まり川橋付近に宿泊し、タコベ屋労働と言われる過酷な労働環境で働く影の部分もある。1945年7月14日には米軍グラマン戦闘機による攻撃があり、 潮首灯台の近くの鉄道ガードの一部が破壊された北海道庁は北海道総合開発計画による小島半島の開発の一環で、都井線の工事再開を含め従来の未成区間に加え、都井戸戸北家間も追加した。戸戸北家まで建設しようとした理由は、市立市内村大菓子鉱山、江山鉱山の溶鉱、目名川の流化鉄鉱などの地下資源開発が、 目的であった。しかし、中央省庁に大きく訴えることができる要素に、乏しく、1964年の日本鉄道、建設公団発足時に工事船として引き継がれることはなかった。大沼電鉄は1951年5月22日に、都市線の施設を借り受け、開通すべく不設申請を行った。沿線町村から、促進運動も起こっていたが、 資金調達できず、申請を取り下げた。1939年6月1日に発案者は、不明であるが、鉄道省森岡建設事務所が、津軽海峡東口ルートの調査を鉄道大臣、官房研究所に依頼した。太平洋戦争後の1946年、国鉄は再び内部に、青函トンネル調査委員会を設け、青函水道計画が持ち上がった。その際に、 東口ルート案では、都井線区間を通ることになっていたが、1946年から1949年にかけての調査により、下北半島北岸に水深240の300メートルにある谷が海岸線と並行してあり、那須火山帯上にも当たり、地質上適切ではないことがわかり、1968年、西ルートで建設することに決定し、 都イ線開通の可能性は消えた。対岸でも大間鉄道が計画されており、その三港までに沿線にある火山はゼニガメ火山など、区間を5つに分け工事を進めた。施港区間は起点より2 6トルから2 9トル、延長3キロメートルである。都イ線用地は1971年9月、一括で函館市が購入した。 その後旧都井町区間は、函館市から旧都井町に、用地や土木以降すべてを無症状とされた。旧亀田市区間にあたる昭和本通り館は、函館市道本通り、富岡線に転用された。亀田川に架かる橋の名前は、都井線橋で、路線名が残っている。東五稜郭駅予定地は、本通り遊園地として、駅員宿舎予定地は、 本通り青少年会館として利用された。旧湯の川町区間にあたる深堀町湯の川町三丁目間を結ぶ 1.8km の歩行者自転車専用道路緑園通りは1978年に函館市が遊歩道にしたものである。また本通り川原町の区間は川原緑道として同様に整備されている。湯の川町側の一部が 函館市道高松新港線に転用され、2018年11月1日、現在、函館バスによって、循環路線バス、防用団地線が運行されている。塩止まり川河口には、橋脚が残されており、その東側にある大島古川駅予定地は、函館市道北部の資材置き場として活用されている。またこの潮止川川口沖には、海底火山、 ゼニガメ火山がある。函館市塩首町の塩首岬崎島大直下の山腹に建設されたコンクリートアーチ、トンネル等多くの遺構が残されている。これらは戦時中の粗悪なコンクリートが使用されていることに加え、長年放置されたことで老朽化が激しく、崩落の危険があるものも出てきている。1973年には路盤に溜まった雨水が鉄砲水となり、 外貨の民家と道路を押し流す災害が発生する。旧都井町は、財政面のこともありその管理に頭を悩ませていた。道路転用は、国道278号都井バイパスと、函館市道瀬田来7号で、都井バイパスは1996年に開通。瀬田来町内の一部は、函館市道瀬田来7号線に転用されている。平成時代まで現存している。 または現存していた以降は、下記の通りである。ダトンネルが2箇所あり延べ455メートル。鉄道省の鉄道総計には、原則総延長100メートルを超える橋梁のデータが掲載される。これら四首岬付近の4橋梁の公式記録はいずれも総延長が満たないために残っていない。また4橋梁の資料は、津軽要塞の軍事機密の一環として、 戦後焼却処分されたと言われており、計画書、設計図、工事報告書は見つかっていない。同時期に建設された津軽要塞に関わる未成線工事の移行で、大間線小赤川のコンクリートアーチ橋があるが、断面に鉄筋のはみ出しが一箇所あった。予定駅は下記の通り。括弧内は左側の駅との駅間距離。五両角駅東五両角駅湯の川駅に。 亀沢駅、大島古川駅、石崎駅から、小安駅、塩首駅、ベザイ駅、ト井駅、都イ電気軌道が1927年12月31日に、銭亀沢村大技根崎村から、都井村大技小安村あざ、鎌山で軌道敷設を申請していたが、1931年1月に却下されている。五両各有の川間を除き、ほぼ全線にわたって、 国道278号が並行している。1928年に、下海岸自動車が創立され、下海岸道路の竣工とともに全自路線延長し、1932年、床は都道北ッ間が全線開通した。2019年3月までは、函館駅とい間には、函館バスにより、路線バス7系統及び、下海岸線が運行されていたが、 同年4月より90系統に改めまとめられている。ありがとうございます。